ザレース。ザのスペル違くなかった。気づいた？ザ、THA だったよ。THE だよな。いや、ま、俺もなんか、曖昧だからちょっとやめとくわ。マジミスったら恥ずかしい。間違えたら恥ずかしい。3位、そんなことはどうでもいいんだ。もうザでもず、そんなんさ待って、違う、ドッスンが来たから、多分下を誰かが起動するから、まあ、これは誰もやらないと思うから、これはもう、ドッスンを待つしかないのか、もう、なんなんだこれ、上までちゃんとあるよね。上までちゃんとあるから、ワンチャン、待って、ワンチャン上からちょっと、とんでもなくかっこいい。俺は諦めない、ちょ、誰もスイッチ押すな。俺はこっちが行く。おい、オーブね。ちょ、行かせんな。いや、これ、ちょっと待って、ドッスンも来ねえし。なるほどは何？まさかこいつ刺したのか、俺の行動から。上が空いてるってこと、なるほどって刺したのか。やばい、バレちゃう。俺の行動からバレちゃう。上空いてんだとバレちゃう。バレだストレス発散1。あ、これ多分あれだろうな、ストレス発散なんかすごいブラーってなる。もう、何もか、もうとんでもないコツ。ちょっとピンクが投げたってことは覚えて。ここじゃないの？ちょっとこっち行っていい？きっと、この先に。ストレス別に溜まってないですよっていう人はこっちに来てくださいみたいな。なのし、ルドウィック・ラサー・キャッスル。なるほど、お城のコースは、で、ルドウィックだっけなんか、クッパ集団誰か書いてあったよってことは結構長いコースなんで、何、早く行ってよ。あ、ちょうだい。いいじゃん、マジって。よしよし。絶対長いコースで、倒さなきゃ鍵をゲットできないとか、すごい、なんか、手こずるところがあると思うから、全然これアイテムとして正解ないっす。そこも取り方にできれば、多分フラワーとかあると思うんだけど、結構いいコースだからね。マオが、早い。めちゃんこ早い。多分なんか下の土管とか見る感じ、結構、やっぱ、なんか、他の ルートとかもあるから、すごいいいコースなんだ、これ。あ、ここじゃないか。多分そこね、多分なんか、見てないけど、多分コインがあると思うんだ。ここの中間ってことは、なると、ここに、この先が、やっぱそうか、ルードウィック。いや、金のルードウィック、クソ強いんだよな。ちょ、なに？殺しちゃうか？いや、殺すかな？どうしよう。殺しに来るか？じゃあ、やるか。ぶつぶつか。ちょ、もうごめん。片に死んでた。あ、次が。来た。どうだ？うわぁ！どうしよう！逃げたい！すごい逃げたい！ただ、鍵なら勝てるだろ。シーン！そう、鍵なら、やかたい。鍵なら、あかたい。S プラス世界一。イージーエンドリラックススノーレベル。簡単でリラックスの、雪のコース。なるほど。簡単らしいから、ちょっと信じてアイテム取らないでいくか。できればアイテム取りたかったけど、ちょっと取る時間がちょっともったいないから、このまま、ゼロ距離で、圧を加えてれば、いつか、なんちゅうブレーキしちゃった、うまいね。ふぅ、そういうことしてるからだ、ね、よ。まず中間を取って、優雅に、イージーに、リラックスに。じゃあ！ワンワンの世界。ワンワンの世界って言ってるから、多分ワンワンがめっちゃいるんで、あそこに1体しかいないと思うけど、多分この先にめちゃくちゃいると思うから、まあ、アイテム取りたいんだけど、ただ、こいつらに捕らえるぐらいなら、ま、死んだ方がいいんで、キノコか。キノコなら別にそんな取らなくてもいいから、ちょっとこのまま行ってみる。ワンワンもめっちゃいるって俺じゃないんで、これちょっと、この下の鼻のところ、落下しだけちょっと、やりたくなくて、ちょっとこれ、ラグいな、これ。ちょっと、どうしよう。あ、ここでアイテム取れると思ったら違うから、そうだよね、マリオが、チビ状態なんか、それアイテム、大丈夫。ありがとう。ありがとう。もうきっと俺に言ってるのはそう。もうすべて見方ですけど、ここも、すっげえ取りたいけど、そこを我慢する。強さが俺にはある。我慢しろ。きっとあいつが死んでくる。そうやって死んでくる。ここでご褒美タイム。ここできっとキノコがある。フラワー、これは素晴らしい。ちょっと大丈夫。絶対勝った。これ、頑張ったおかげ。これ頑張ったおかげ。あそこ、あれ、アイテム取らないの。マジで俺も、ちょっと、やめろよ。やめろよ。なんか上もどかあったけど、やめろよ。なんもないよね。しゃー！ファイナルザーディフレンス2。なるほど、間違い探しはマジで、言い訳できない。なんかラグとか、毎回俺言い訳してきて、なんとか、俺は下手じゃないアピールしてきたけど、間違い探しは。おこれは、いいように使おう。ちょっと待って。一応すぐ見つけるわ。ちょっと待って、そこ。え、わかんなかった。マジか。ちょっとルイージが強い。ごめん、どこだかわかんなかった。矢印か！ごめん！右だね。一番右。真似しないで。むしろ、大丈夫。間違い探し、大丈夫。マニメだったら下手だけど。一番左。
なんか変な緑あった。お前おい真似したぞお前。ちょ待って、まだあるよな。セーブポイント詰まり、まだある。大丈夫、あの青。わかんなかった。なんだ、あ、つららか。さ、そこまで見たらごめん。お前らさ、やったことやったことあんじゃないの。ちょっと待って、あ、ルイージが死んだ。つまりここじゃない。早く早く、ガチむずいんだけど、これある？緑、一番左じゃないよね。違う。なんかね、茎の一番上が違かった。茎の上が一番違かった。ナイト、やだ。はい。まだ嘘。何？そこ？何が違かったか言え。何が違う？ここ見ても、わかんないんだけど。ねえ、スイッチの中で1の1、1の1インズスイッチ。スーパーマリオ。ブラザーズをスイッチの中で、はぁ、あ、面白いコースだこれ。一人でやりたかった、お前らじゃなくて一人でやりたかった。邪魔、あぶねえ。ちょっこれ生き残る系、いや生き残る系だけどさ、そうだよね、死んでもあれだよな、なんか俺頑張ってんのか、なんかもうすごい無駄になってくる。ちょ、いつ来る、いつ鍵来る、鍵は来ないのか。で、下のさ、あのスイッチはこれ何なの、あそこにも落ちちゃダメなんか。なるほど。ちょっと俺今の一回も死んでないけど、ちょっとあの鍵は誰のもの、お前のもの、それ意味わかんない。ちょ早く帰って早く。まだあるよね、1の1。どう、嘘、中華って。ただね、これすぐ終わるのにちょっともったいないから、なんかまだあると思う。これ1の1のどこだ、1の1の今どこ、1の1の今これどこだこれ。あ待って、ここの、あったこの声あったよね、あって圧死しないの気をつけよう。そう、こういうのあって、で最後なんかまだちょっとあって、で、ちょ、邪魔。で、そう、これゴールだ。この次ゴール。で、ピース位置がもうそろそろ押されて、一発で入りたい。最後入りたい。ちょ、これ、ここは、攻めるわ、これ攻めて。ちっくし。まだ。うわぁ知らねえもうヒカキンさんへの仕返しコース。仕返し、何されたのお前。何されたんだろう、すごいそれが気になる。よろしくお願いします。僕の、マリオです。僕のスターを取って、ちょっと待って、ちょっと待って、分かった、ルイージもちょっと、ルイージがずーっとまっすぐ進んだわけじゃないんだよ。まあ、とにかく俺右だ。スター取る価値なしで、とにかく、じゃ、ベタベタ